今から新入生は両脇を行います。このユニコーンのチコスを下教員のように舐め回すと、諸君の魔力から思想、思考を読み取り、適した量を選んでくれます。角に触れるだけかと思いきや、下教員のようにチコスを舐め回す。帰りたい。それではまず、メタパニバルプンテ。うんち！君は勤勉かつそれに相応した知性を有している。適しているのはオルカ領じゃ。うんち！うんちうんちうんち！来る学校間違えたかな、僕。次、マッシュバーンデット。はい。まずでな。いや、まだ何も触れていないんですが、せめてスリザリンはやだやらせて。お前、魔力ないだろ。脳内メーカーはシュークリームで埋め尽くされているだろ。我が輩の目はごまかせないぜ。骸骨だから目はないんですけど、魔力がないなんて不自由で不幸ですね。胸を締め付けられます。骸骨だから胸はないんですけど、よ不自由であることと不幸であることはイコールじゃない。哀れに思われる言われはないよ。アルフォンスの名言、骨身に染みました。骸骨だだけに。ギャラクシーインパクトしていい。骨だけに。ガブの技使えるんですか？コツを教えてくださいよ。骨だけに。コツコツ筋トレすればできますよ。疲れちゃうか？もういいからさ、脳内がシュークリームで埋め尽くされてるって本当ですか？まあうん、本当だよ。それなら、シュークリームの風呂に入ってみたい？まあできるなら入ってみたいかな。エクスペクト！シュークリーム！知っててよかった！シュークリームの風呂に入れる魔法知っててよかった！一緒に入りましょう！なんでそんな魔法知ってんだよ。フリーレンですら知らないだろ。なんだこれは、違和感。この俺と同じ速度、300キロ、水の上を走れる速度で走ってやがるし、シュークリーム食ってやがる！ランニングマシンでシュークリーム食いながら走ってやがる！ならばこちらも食わねば、武作法というもの！うま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 やばい人だ。ランニングマシンで叫び散らかし、エビフライ食いながら走ってるやばい人だ。帰りたい。ただのエビフライじゃないわ。タルタルソースにエビフライをつけてるの。エビフライはタルタルを美味しく食べるために存在してるのよ。マジか。おねえかよ。その筋肉で。勝利の数は、この闘牛の背後から追って吹いている！筋肉も体力も絶好調だ！地球上の生物で、このフィジカルゲステトに勝てる筋肉はない！格の違いを見せてやる！お前が走るのをやめるまで、絶対に俺もやめない！決着が止まる時よりも、早く着くだろう！うれぇなんでこの人こんなにテンションが最高にハイなんだ。まあ一筋肉動かしますか。10時間後なんだよもうまだかよ格の違い見てみたいな。まだ90時間残ってるし。違和感。100時間走るなんてごめんだね。いつもの俺ならそう言ってとんずらこいた。だが目の前には俺と同じフィジカルギフテッド。否定したくなった。ねじ伏せてみたくなった。自分を肯定するためにいつもの自分を曲げちまった。その時点で負けていた。次の試験はこれだ。この迷路を解いてもらう。もちろんただの迷路ではない。中には様々な罠が仕掛けてある。制限時間は30分。時間内にゴール地点にいたものを合格とする。それでは、始め！ナッパの挨拶。はいよ、それ。解散、解散。なんで、お前だけ生き残ってんだ。なんでって、ああ、そういう意味ね。迷路は、俺が殺した。魔法に恵まれた志願者たちが、魔法も使えねえ俺みたいな猿に負けたってこと、長生きしたきゃ忘れんな。魔力も人の心もないんか。とりあえず君、アズカバンに行こうか。とある城の地下で日差し作ってるじいちゃんと平和に暮らす。そんな当たり前のこともできない世の中なら、ぶっ壊すしかないでしょ。チョキで。お前のじいちゃんはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。てか、なんでチョキ？グーで殴るよりチョキで殴る方がなんか怖いけど。本当は誰とも争わず、ピースで行きたい。さらば、掲げろピースサイン。人の心しかないんか。どけ！俺はお兄ちゃんだぞ！どけ！俺もお兄ちゃんだぞ！何バカなことやってんだあいつら。時に鼻テープやろう。この世で一番尊いものとは何？俺の弟たちだ！断じて！違う。1たす1イコール2。黄色と青を混ぜれば緑。決まりきった答え。俺の妹だ。弟愛想が尽きる。この世はバカばっかりでな。俺は全力でお兄ちゃんを遂行する！この世で一番尊いのは俺の弟たちだ！全力で弟たちを推薦する！クソーズ兄弟！ファイヤー！しれっと東堂の真似してんじゃねえよ。ならば俺も全力で妹を推薦する。おめえもかよ、シスコン野郎。俺は弟のユージからな、ニーニとかお兄さんとか呼ばれてるんだぞ。羨ましいだろ。一度も呼んだことねえし、その T シャツ脱げ、気持ち悪いから。俺は妹なんだと結婚するつもりで生きているんだぞ。もうそれはアウトだろ。アウト、失礼だな、純愛だよ。それでは、デトロイトスマッシュプロミネンスバーンデッドの最終面接を始め。俺が見えないのか！すぐそばにいるのに！自己主張が X ジャパン。なんじゃお主、何者じゃ。赤い彗星のさ、縮めて赤座だ。シャーでは。ポケットモンスター縮めてポー。ポケモンでは。ボボボボボボボ縮めてボー。ボボボでは。知ってんだよ、国語の教師か、おめえはよ。初対面じゃが、わしはすでにお主のことが嫌いじゃ。素晴らしい提案をしよう。俺を新格者にしないか？顔面を見ればわかる。新格者の領域に近い。君の脳みそはレゴブロックでできてるのかな？顔面見ただけでね、新格者になれるほど甘くはねえ。顔面2007本！マジかよ。顔面2007本なんて見たことも聞いたことも
ねえぞ。このわしですら本気出して3本なのに、こいつはなれる、神格者になれる凄みがある。若ザールスリザリンを神格者にする。柱の臓物をぶっ壊すしかないでしょう、腹パンで。絶対こいつはダメだろ。それでは、デトロイトスマッシュプロミネンスバーンデッドの最終面接を始める。ヤッホー！必勝！なんで髪も声もマッシュなんだよ。二足歩行で喋るトナカイから二足歩行で喋るキノコをもらい食べました。キノピを食うな！もうそこはアミューだけであれ！まあ、とりあえず最初に我が子を選んだ理由は、この学校には大蛇がいて蛇語を話せる先輩がいるとかなんだ。本校はオグワーツではありません！蛇は一匹もいません！本校にスネークいる？それと君は迷路の試験で時間がないのに女の子を助けたのは本当かね？まあ一応、なんだか後悔しそうだったんで。フォー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 、非常に面白い。じゃがその答えは君がまだ世界を全く知らないから言えることじゃ。君より強いものはこの世に5万頭。君より圧倒的に強い存在が立ち当たった時、果たして同じような行動が取れるのかな？例えばそれがわしだとしても。その時は吸収してやりますよ、シュークリームで。シュークリーム？シュークリームのシュー。神が！神が！はい、お疲れ。解散、神さん。すでにわしより強いのかよ！誰か励ましてくれ！ハゲだけに！今から最終面接を始める。全力で乗り越えてこい、プルスウルトラじゃ。校長、ヒローカ読んでたんすか？意外です。ヒローカ読んだことねえわ！勝手に決めつけんな、クソナードが！絶対ヒローカ読んでるよ。まあ、そんなことはどうでもいい。わしはそのキノコ頭のクソガキに興味があってな。お主はなぜ髪型がマッシュなんじゃ？マリオのサポートでもしたいんか？楽天ガードマンのマネか？わしはお主のようなマッシュニストが嫌いじゃ。黒髪マッシュ男子にろくなやつはおらん。ナルシストで女とか平気で殴るクズ。アミューだけどゴキブリのハーフ。それがマッシュマッシュニストじゃ。マッシュニストに親でも殺されたんですか？そんなマッシュニストアンチのわしだからよくわかる。お前は魔法が使えない。マッシュニストだからな。マッシュニストが魔法を使えるわけがない。ここテストに出るからメモとけ。マッシュニストが。殺せよ！マッシュニストですけど魔法使えますけど何か。ダンブルドアが禁止した魔法使えますけど何か。今のは大声で鼓膜ぶっ壊しただけだろう、ウーボーギンみたいに。まさかこのわしを一撃で倒すと恐れ入った。足元環奈のように君は千年に一度の逸材じゃ。デトロイトスマッシュプロミネンスバウンデッドよ。君はヒーロー、いや神格者になれる。絶対ヒロアカ読んでるやん。壁を破壊してこの迷路を攻略するつもり。怪我痛むならおぶって聞くけど。え、それって私のこと。私重いですよ。僕は重いとか別に気にしないけど。え、本当ですか？私はとにかく彼氏最優先で毎秒会いたがるし、彼氏のいる場所24時間把握したいから、彼氏の頭蓋骨に GPS 埋め込むし、彼氏の私以外の女性の名前を言ったら屋上から飛び降るぐらい落ち込むし、彼氏のスマホロックの暗証番号からマイナンバーまで暗記しちゃうし、 SNS を裏垢で LINE のトーク画面と彼氏のツーショット載せまくるし、腰痛は毎日最低でも10時間はしてくれなければ初号機みたいに暴走しちゃうけど大丈夫？そっちの重いか。さすがに重すぎます。勘弁してください。結婚してください。いや、言ってないけど耳腐ってますって。なんじゃこりゃ。レボワービンと結婚というゴールに現着するまでこの迷路のゴールさせるわけにはいきません。実はこっそりレボワービンと結婚するまでシュークリーム食べれなくなる魔法をかけました。今週一緒に食べましょう。胸に残り離れない苦いレモンの匂いって、この状況のことか。夢ならばどれほど良かったでしょう。ワンツースリーフォーチューチューラブリーモニーモニーマラムラブリンブリンブルネ